後ろの方が映りやすいかもしれませんね。もしかしたら。ああ、なるほど。まあ、ついてから後ろから撮っていただいても大丈夫ですので。リチウムイオンバッテリーは積んでると。そうですね、リチウムイオンバッテリーは積んでて、じゃあ回生とかの電気はそっちに貯める。そうです、そうです、そうです。回生をしているところですね。あ、そうか。燃料スタックからバッテリーに行ってるんですね。行ってます。チャージ、リアルタイムに駆動の方にも行ってますし、余った分はバッテリーにも行ってると思いますね。はい、もう少しでも無駄にしないと。そうですね。それプラス回生エネルギーも使いながら、例えば山登る時とかにパワーが足りない時に回生エネルギーからパワー持ってきてるっていう、そういう形ですね。平地じゃもう全然あれですね。そうですね。自動車か。シエラですね。したんでした。トヨタはもう販売してます。あ、でこれはホンダはまだリース、まだちょっとリースだけなんですけどですね。あ、だからまあ台数的にもこっちの方が圧倒的に少ないんですけど、なんか試してるのかな。試してるっぽいですよね。
倒的にこっちの方が少ないんですよね。だから福岡県内で実は今 FCV これと未来と合わせて110台ぐらい走ってるんですけど、ほうほうほう、そのうちも100台以上はこっちの未来ですね。あら、はい、じゃあほとんど、そうです、ほとんど未来ですね。一桁台いない。そうです、そういう状況です。減速時も水素が意外と供給されっぱなしになってると、うん、今供給してもバッテリーチャージしてます ね、 そうですね、停止中も。これどういう制御なんですかね。今発電してると思います。だから水素を使ってむやみに発電を止めたりすると良くないとかあるんですか。どうなんじゃない、そこら辺は。もう今水素要は停止中供給されてるってことですもんね。そうですね。うん、普通のガソリン車の発送だったらもう停止したらもう直ちに止めるっていう感じだと思うんですけど、ここはまあそこの表示が表示だけの問題かもしれません。あ、実際と合ってないとか、ああそこはちょっとわからないですね、うん、ずっと同じ区間でこう動いてますもんね、表示が。あ、通りでなんか見たことねえと思ったら、見たことないカローラ新型の、新型カローラをセダンですねこれ。あ初めて見た後ろやなと思って。ちょっとこの時間からですねこちらが混んでくるんですよね。なんか自動運転バスみたいなのが来てるのは、はい、あれまた場所が別ってことですか。今日はですね、土日はマリノアでやってたんですよ。おうおう、で試乗会乗れたんですよね。おうおう、実は平日やってないんだ。今日はですね車は国際会議場の前に展示されてます。おうおう、だからちょっと今日は乗れないみたいですね。おうおう、はあ、フランスのナビアっていう会社の車なんですけどですね、ナビア社の、車の名前はアルファっていう車ですね。自動運転のハンドルがない車ですね。ああ、もうドライバーが、はい、いなくても、まあ、ちょっと今の国内法ではなかなかちょっと難しいところはあるんですけど、なんだろう、補助ハンドルとブレーキがもうついてない。ついてない。まあ、ブレーキは自動ブレーキはありますけど、ハンドルはないですね。あ、そしたら人間が補助でつきようも何もないって話です。あ、じゃあもう今の国内法ではちょっと報道は難しいです。だから指導とか制限された敷地内とかですね、そういうところで使うことしかできないですね、今は。なんかホンダが来年の7月か8月に、なんか、なんだっけ、要は人が前を見てなくても、スマホとか、高速道路の渋滞だと、そのスマホとかテレビ見たりができるのを先行するって、日経がばらしてましたから。今国内法でできるのは自動運転でいうとレベル1からレベル5まであった中でですね、レベル3っていうところまでなんですよね。結局ハンドルはついてないといけなくて、緊急時には人間に操作をバックしますよっていう機能がついてないといけないっていうやつですね。
そこがそこが一番難しいみたいですけどね、返しますあなたにっていうところがそうですね、そこの先に行ったらもうレベル5とかレベル4とかになってきたらもうハンドルなくて本当に好きなこと車の中でやってられるっていう、だからそうなってきたら展示されてる車もそうなんですけど前見なくてよくなるんで席が対面なんですよ。でもなんかレジェンドでその前を見なくていいやつやるらしいですよ。ああ。ただハンドルは多分ついてるはず。ああもちろんもちろんレジェンドですか。はい。で、まあだからそういう時に人間に返す機能っていうのがついてるっていうのはレベル3になるんですよね。ああ。それは現行法でいけるんですよ。実は。ああ。なんか結構日本が先行して OK に。指定しましたみたいな、うん、来年から それに乗っかってきて、ね、ホンダがなんか一番乗りするみたいな、うん、道路交通法がそうですね OK になりましたもんね、うん、まあ、各社いろんなところで研究をセンサーだったりカメラだったりですねAI だったりですね、うん、先行開発をされてますけどですね、本田さんは大体もともとがホンダセンシングがあるんでセンサーは結構やっぱり自信があるっていうことなんでしょうね。クラリティもホンダセンシングついてる、ね、そうですね、ついてます、はい、停止保持までやるやります。流体追従はやるところについてるんでしょうか、はい、追従もついてます。車は前の車オートクルーズもですねアダプティブオートクルーズっていうことでハンドルまでじゃんときれいに曲がっていきますので前の車を捕まえたら車に沿ってついていくっていうことですね。できましたね。実は運転席から見えるんですけどヘッドアップディスプレイっていうのがついててですねここのところに実はですね今ここの映るかな映らないですねちょっとこれちょっと待っていいですか映るかなちょっと返していいですか。速度が何キロとかで今何キロ出てますよとか進入禁止ですとかですね、あとナビを設定してたらここ左ですよっていうのがここに全部出てるんですよさ。後に出たんですけどこっちの方がちょっと高級車寄りな作り方をされてる気がしますね。まあベースがアコードっていうのもあるんだと思いますけどですね。水素ステーションは結構ですね、今10カ所今ありまして今11カ所目が久留米にできているところです。全国的にも多い方だと思います。多い方ですね。ただちょっと今関東圏東京を中心として関東圏とあと
宗教地区です、愛知ですね、うん、の方とあと関西圏とあと福岡と四大都市圏でちょっと今集中している状態なんですよね。それが少しこう面的にこう広がっていけばまだいいんです。ちょっとまだ今集中している状況であります、ね。福岡以外では九州では佐賀に一つと大分に一つと今鹿児島に一つ立ってるところですね。あ、まだ運用されていない。佐賀と大分はもう運用してます。鹿児島はまだ来年の4月からっていうことで予定というふうに聞いてます。大阪のモーターショーは今年のモーターショーですか？いや違うんですよ。2年前の確かそれくらいですね。福岡も前回のモーターショーはディーラーさんがですね運転できる未来を用意されてたんですよ。はい、まあ、すぐ埋まってしまったみたいですけどね。うん、じゃあ実は FCV クラブって実はこれ公用車なんですよ。この県庁は。あ、だからちょっとそう一般の方にっていうのはちょっと無理みたいな。比べたら福岡県は福岡の都市圏は ちっちゃいってことになるんですかね。さ大きさ的には大きさ的に人口的に、ね、人口的に密度的には高いかもしれないですけど、そうですね、うん、まあ、未来運転したんですけど、あんまりモーター感がなかったですね。あ、なんていうか、なんか普通のガソリン車となんか変わらない。なんか日産のリーフとかなんか多分なんかモーター感を、あ、リーフありますよね。出してるんですけど、なんか未来はなんか別にトヨタの普通のセダンかなんかとなんか感覚的に変わらないみたいな。そこら辺は。わざとっていうところもあるような気もしますけどね。違和感ないように違和感ないようにっていう作り込みをしてる気もしますね。なんかバッテリー、そうか、やっぱりバッテリーに発明があるともしかしたら電気自動車の方に行くかもしれないですね。そうですね、その可能性ありますよね。航続距離もそうですけど、充電の時間が短くなるようなとかですね、そういう話も含めて画期的なものができれば可能性はありますよね。まあちょっと FC この燃料電池っていうのはですね、エネルギーの効率は高いんで、例えばバスだったり大量輸送のバスだったりですね、あと物流のトラックだったりですね、そういうところで先行するんじゃないかという話もですね、最近はちょっと出てきてますけどですね、日野自動車がトヨタの未来のタンクとかスタックを使ってソラっていうですね燃料電池のバスを作ってるんですよね。それはオリンピック、今度オリンピックでですねよく使われるようになってるみたいなですね。もしかして燃料電池スタックって要は車停止中とかも急に停止できないとか構造があるんですかね。ずっとこう
ね、スタックは動いてなきゃいけないとか、多分ガソリンエンジンみたいにオンオフっていうのを頻繁にするようなもんじゃないかもしれないですね。確かにですね。はい、すいません。はい、見た限り、そうですね。あ、停止、完全に停止すれば、さすがにスイスの狂気は止めるんだ。そうですね。なるほど。わかりました。まあ、そうですね。止まりましたね。本当ですね。完全に停止すれば、なんだろう。止まりましたね。パーキング押せばかな？うん、ちょっと。ニュートロでも、あ、さすがにそこら辺は制御してで、こうしたら動き出して、ああ完全に停止、そうですね、すれば、うん、止まりましたね。ああ、すぐに供給が必要な場合はやっぱり前もって動かしておくみたいな制御してるんですか。わかりました、すいません。そうですね。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。